お前よ、喧嘩したら燃焼に逆戻りなんだろ。また喧嘩をすれば今度こそアウトだ。最悪だ。まあまあまあ、今日は挨拶しに来ただけなんだから。お前ら油断すんじゃねえぞ。飯食う時も寝る時もクソする時もだな。クズにはクズが近寄ってくるんだな。千尋ちゃんが爆弾にさらわれた。喧嘩に理由なんていらねえ。それが強さだって思ってた。おめえはバカだけどクズじゃねえ。こんな俺を預かってくれてありがとう。それ打ったらアウトだぞ。